はいどうも、カデンでございます。今回はですね、めちゃくちゃ久しぶりにちょっとね、漫画を紹介できればと思います。今回ね、紹介する漫画が、こちら、キリングミーキリングユーというね、作品でございます。今年の次に来る漫画大賞に一応ノミネートされている作品ということでしてね、まあちょっと僕もね、気になって読んだんですけれども、まあ結構ね、好みの作品っていうのもありましたし、まあ直感もすごい気になる作品っていうこともありましたんでね、まあ世間的にはまだ知られてないんじゃないかなというふうな勝手な偏見もあるんですけれども、まあそういったところも加味してですね、今回ね、この作品紹介していこうと思います。どんな作品かと言いますとですね、まあこの作品が描かれている世界というのが、まあ落下した隕石によって、まあある意味終末の世界に何変わってしまったっていうかね、まあもうおかしな生き物とかははびこってしまったりっていう風な、まあねそういうね、まあどっか、死者の、風格、まあ雰囲気が漂ってしまう、そういった世界になってしまったんですけれども、まあその世界でね、まあ生きてる主人公二人、まあ一人がね、ミーティアっていう女の子と、もう一人がね、ユースアイネジアっていうですね、ユースアネイジアっていうですね、まあそのユースって呼ばれてるんですけど、ユースの方はもうもはや人型ですらない異形の姿に変わってしまったっていう、まあこの二人がね、まあ特にまあ大まかな目的はあるんですけど、まあそれぞれ二人でね、旅をするっていう風な、まあこんなね、行かれた世界で旅を、ただただ旅をするっていう風な、そういうな作品にはなっております。特徴と言いますとですね、まあこの二人ともね、不死身なんですよね。まあ何をしても死なないと、まあ二人の中でもいろいろ試したけど、やっぱ死ぬことはできないっていう風なね、まあそういう設定にはなっておりまして、まあそれが一応隕石の影響っていう風にはなってるんですけれども、じゃあなんでそんなにね、まあ、死ぬ実験みたいなことをするかというと、まあ結局のところね、もともと二人とも別にお互い他人同士だったっていうのもあって、しかもそれぞれ、家族とか、まあ、恋人がね、自分以外のまあ友好関係を築いていた人物がみんな死んでしまって、もう自分しか残ってしまったと。もうこの段階で孤独死するしかないんじゃないかなっていう風になったんだけど、でもまあ死にたいけど死にきれないっていうのが、まあね、そういう二人の、まあ思惑が一致したみたいなところもあってね、一緒に旅をするっていう風になるんですけど、だからこの旅の目的っていうのが、二人ともね、どうやったら死ねるんだろうっていうのを探しに行くっていうのが、まあ旅の目的にはなっているんですよね。だから、本当、どうかしてる世界で、結局どうかしてる、まあ考えの二人、でまあ自分の体ももうおかしな体になってしまった。ユースに関してはもう人間ですらないみたいな、そういうは、本当にね、統一感のあるようなところが、まあこの作品のね、まあそもそもタイトルがキリングミ、キリングユーって、キリングとは殺すっていう意味なんですけど、まあね、まあ本当にこの内容、このタイトル通りというかね、まあ非常にね、そういったところが、まあしっくりくるような、まあ作品というふうになっております。面白いところで言いますとですね、まあやっぱりその死っていうところに関すると、もちろんね、まあ思想感なり、まあ悲しみなども含めてね、やっぱりすごく重みを感じるところはあるはずなんですけど、まあそれももちろんあるんですけど、どちらかというとコミカルな感じで見せてくる方が多いんですよね。まあそれが結構個人的には面白い部類に入るかなと思うし、コメディセンスとかっていうのもまあ結構ね、個人的にはすごい好みな部類かなというふうには思うんですよね。死んでしまうのは望んでるはずなのに、いざ死ぬってなるとちょっとやばくない？焦っちゃうみたいなところが、結局どっちなんだよっていうところの矛盾を生じたりとか、まあ、そういうところのね、なんかコメディセンスとかは非常に面白い部分でもあるし、なんか自分たちは死を望んでるはずなのに、なんかこういう不意に死にそうな展開になるのはちょっと勘弁してくれよっていうところが、そういう笑いの取り方とかが世界観とかにも結構ね、そういうなんか本当に死にそうな状況を作ってるってところも、なんかそのね、やっぱこの二人のまあそのストーリーとしてもね、まあ非常に合致してるようなそういうストーリー展開が繰り広げられてはいるんで、信念とかそういうプライドみたいなところは本当にあるのかというふうに問い詰めたくなるところ、まああえて矛盾を生じさせてるっていうところが笑いとしては非常に面白いっていうところはね、個人的にはまあコメディ作品っていうかはっきり言えるわけじゃないですけど、コメディセンスとしては非常にね面白い部分なのかなとは思いますね。それとは相反
関してですね、まあ先ほども言ったようにやっぱ死という部分に、まあもちろん真面目に取り組んでる部分もあるんですよ、ストーリー展開としてもね。まあこの世界がイカれた世界っていう風になってしまったっていうのも、まあそれがね、やっぱり何でもかんでもね、まあいくらでもやりようのある設定ではあるんですよ、読んでいく段階でも。どんなことが起こっても矛盾は生じないみたいな、そういう世界にはなってるから、まあ自分たちもおかしな、まあ中身もそうだけど不死身な体もそうなんですけど、それもあるんですけど、その二人と負けないくらい、まあおかしなキャラクターたちとね、やっぱそれぞれ出会うっていうところも、まあそのね、この作品のストーリーのね、まあ一つの軸にはなってはいるんですけれども、そういうキャラクターたちと会うことによって死というテーマっていうところも、二人はもうこの世界で生きることを諦めたいけど、なんかもう諦めることができないっていうところにもがいてるっていうのもあるんですけど、いやでもこの世界に関しても二人だけの考えが、それだけがじゃあ、まかり通ってるんかって言ったら、そういうわけではないっていうキャラクターたちもね、その二人に、やっぱり相反するキャラクターたちが出てきて、じゃあそのね、そのキャラクターたちから二人がね、やっぱりちょっと自分たちが考えがもしくはあらかためにさせられるのかっていうところも、そういう話作りとかも見られてはいるんで、シリアスっていうよりはまあむしろちょっと悲しみの方に近いのかなっていうところも、それはねやっぱ二人がね、どうしてもその死にたくなるっていう気持ちが最初に出てくることによって、他のキャラクターもね、やっぱり自分なりのまあ悲しみとかそういったものをいろんなもの背負ってるっていうところを、まあそういったところもね、やっぱところどころ見られる部分もありますしね。まあ決してコメディ要素だけってわけではなくて、まあやっぱこの死にたいっていう死というテーマにも、真っ向から向き合うっていうところも、まあこの作品のね、まあ非常に一つのまあストロングポイントになっているのは間違いないかなとは思いますね。そういう目的があるけれども、やっぱりね、いろんなキャラクターとの出会いでね、二人はまあどういう考えに落ちるのかっていうところ、もしくは二人のまあ絆みたいなものも、まあ一応ね、そういった部分も見られはしますけれども、まあその二人がじゃあ一緒にどこまで旅をするのかっていうところも、まあ先も全く不透明な作品にもなってるんで、ストーリー的にもまあ非常に今後も楽しみな部分は、まあかなりいろんなものを可能性を秘めてる作品なのは間違いないかなとは思いますしね。これがね、やっぱ次に来る漫画大賞に選ばれたってことで、それがきっかけでね、こういう面白い作品に出会えたのは個人的にも非常に嬉しいところではあるんですけれども、まあ先ほども言ったようにまだそこまで世間的にも浸透してないのかなっていうのもね、個人的にそういう風に思うところもあるんで、まあ2巻しか出てないんでね、ほんとぜひとも読んでいただきたい作品でございます。まあぜひともね、まだ皆さんもね、この次に来る漫画大賞でもまだもしかしたら入賞する可能性もね、まあ絶対あるとは思いますんでね、まあほんとそこもすごい興味深い部分でもありますけれども、まあそこ抜きにしてもね、まあぜひとも読んでいただきたい作品でございます。はい、ということで今回ですね、キリングミキリングユーという作品をですね紹介させていただきました。まあこういう詩とか、まあなんかね、やっぱ二人のこういう内面的な部分がね、テーマ性で、まあ、はっきり出していく作品が逆に自分としても好きになっていってるって感じにもあるんで、なんか紹介したくなるっていう風にもなったんですけれども、まあ大体やっぱこういうね、ちょっとマイナーというかあんまり世間的にもどこまで読まれてるかなって思う作品の方がちょっとね、今後もね、作品紹介として取り上げていくとは思いますからね、まあ多分もしかしたら知らない人も多い作品ばっかり紹介という風になると思いますけれども、まあ知らなければね、やっぱ読んでほしいというかね、読むきっかけになれば、それもね、自分としてはそれでも幸いだとは思いますんでね、まあこういう風に、まあ特に関数が少ないところをメインにね、今後も、まあ作品紹介全然ね、やってませんでしたけれども、まあ今後はもっとね、やっぱアップする回数を増やしていってですね、もっといろんな漫画をですね、紹介していければと思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。